8人を受けるんだけど。で、いや、ナテロワンさん優しいんだって返事してくれて。いや、僕 DM 返しますよ、ちゃんと。DM ちゃんと返してくれますよ、ゼロワンさん、本当に。はい。なんか九州から申し訳ないなっていう、こう、上から目線じゃなくて下から目線で、ちゃんと下から目線っていうかおかしいけど。はい。僕はゲのゲなんで。はい、何をおっしゃってるんですか。いや、もうゲノゲノ底辺なんでね、それで言ってくれるだけで嬉しいです。なんかね、妹がゼロワンさんに会ったらしくて。ん、妹。はい、妹さん。どこで会ったの。妹がいるんですけど、東京にいたんですよ、妹が。それで、それでゼロワンさんに会った時にかっこよかったって言ってた。それお世辞抜きで。お世辞じゃなくて、お世辞ありで。みんな聞いた？かっこいいらしいよ。まあ身長だけ高いんで、そこじゃないですか。あ、でも身長高かったって、やっぱり。この赤ポンズちゃん、もしかして妹って。はい、赤ポンズちゃんのこと、妹って。あ、赤ポンズちゃんなんだ。あ、電波悪い。あ、電波大丈夫。はい、ありがとうございます。赤ポンズちゃん、お世辞なの。ちょっと覚えてないわ、どこであったんだろう。なんかそのまんまって言ってた。ん、そのまんまって言ってました、背が高くて。ああ、あんま変わんないですよ、僕。そう、見た目のまんまやった。あ、キャスバーであったんだ。へえ、赤ポンズちゃんセクハラしなかったかな、キャスバーだったら。酔っ払ってるとね、セクハラしちゃうんでね。あ、彼氏と来たんだ。そうなんだ。わかりました。はい。なんか彼氏のことかっこいいって言ってたらしい、ゼロワンさんが。ああ、そうなんですか。そんなね、変な態度取らなくてよかったです。酔っ払ってて。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また機会があったらお願いします。お願いします。じゃあね。ありがとうございます。はーい。嬉しいわ。わざわざ九州からね、独身の人が会いに来たいとか言ってくれて、嬉しいですよ。やっぱりね、年上にモテます。はい。年上に。あ、年下にはあんまモテないです。年上の方がモテるかな、なぜか。なんでだろう。いらっしゃい。しーちゃん41歳って書いてあったプロフィールに。あ、こちらこそありがとう。また上がってね、いつでも。母性本能出ちゃうチエップ、ツンツンチエップ、ツン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 。若い子好きだよ、俺。若い子。なんかね、年を重ねるにつれて、年下も好きになってくるね。やっぱり。まあ理想は、近い方がいいかな、うん。ちょっと犯罪チックだしね。あんま。年下は。いや、年上も好きだけど。いや、女好きですよ。女は。翔くんいらっしゃい。つか、年上と付き合ったことないね。確かに。年上と付き合ったことないです。ためとか。だってね、精神年齢低いからね、俺、年下の方が合うと思うよ。マイコはキスだけ。いや、振られた。いや、そういうわけじゃないけど、しんちゃんね。ちょっと年上行こうかな、じゃあ次は。次、年上にします、じゃあ。すいません。はい。バツに引く？まあ、事故物件だからね。やめた方がいいね、バツにの男とか。年上が揉めない？ほんと？年上って、俺35でしょ。うん、
売れ残り感あるんじゃない？ちょっとすいません、俺もそうだけど、ちょっと売れ残り感が大丈夫なのかな、うん、あの結婚してるんじゃないかな、いい人は。そんなことない？いや失礼があったらすいません、申し訳ないですけど。しーちゃん結婚するタイミングとかなかったの？ひどい、ごめんね。2種類おる？2種類？バツ2なの？嫌だわ。何回失敗するの？しーちゃん。1回でちゃんと反省しないよ。2回も失敗するとか。やばいっしょ。まあ、バツついてても、最低バツ1じゃない？ちょっとバツ2からしんどくない？ね。で、俺ネタだもんだって。いやいや、ブーメランっていうか、2回目の結婚ネタじゃん。もうネタみたいなもんじゃん、もはや。1ヶ月半で離婚するっておかしいじゃん。だから、もうそういうことはしたくないんですよ。ね、ネタはね。もはやネタだよね、あれ。でも一番愛してたんだ。一ヶ月半持ったと思うよ。確か。愛されてた。いや、俺も愛してたよ。その説はもう十分反省してるんで。もう反省することしかないですよ。本当に生きてて。生きてて、もうずっと反省してる。すいません。はい。ネタでね、小作りしたわけじゃないんですけど。その説はもう、その説になると何も僕言えないんで、僕が悪いんで、すいません。はい、その話題になるともう何も言えなくなっちゃうんで。しーちゃん諦めるの？やっぱ配信上、配信上で全てやってたからもうネタなんじゃないかなと思う。ともっち？ないよー。ちょっと顔が しんどいんじゃなくて、あの、画像をステッカーにしてくれる？画像ステッカー。うん、いつ、あの、初期のやつね。超レアね。いや、こっちの方がいいかなと思って。いやー、ステッカーの方がいいと思う。ステッカーがいいと思う。ステッカーの方がいい？うん。あれはやっぱ特別な。どうやって変えるの、これ。あの、ラジオ画像のとこ押して、画像変換？ラジオ画像？うん。わかんないから、一回落ちて、また上がり直すわ。うん、一回落ちて、うん、わかった。うん、うん、じゃあね。うん。うん、じゃあね。いいじゃん今ので。いや、ステッカー見したいんだよみんなに。一番初めに作ったステッカー、ともっちさん持ってるんだよ。多分ともっちさんぐらいしかいないんじゃない？俺が初めて作ったステッカー見たいでしょ。さすがにないわ。何が見たい？ひどい子ね。性格悪いんだよ。うん、あの、ね、容姿のことを言う人好きじゃないわ。笑ってるぐらいならまだわかるけど。ゼロワンのモロタイプ。あの、ポーズがね。あの、両手グーで顔の下に、あれするのが。隅々までケア？ケアって何？俺ね、ブリッコ好きなんだ。ブリッコ。あ、でも、クルちゃんブリッコじゃなかったな。でも結構ブリッコ好きだよ。女の子らしい子が好き？結構。でも付き合う子は、そう、サバサバしてるんだよ。タイプ的にはブリッコがいいんだけど。うん、あんまブリッコと付き合ったことない。あれ、ブーちゃんってブリッコ使う、あれ、ずっとあんな感じだからね。
チワワみたい、なんか。あの子は。いや、みんないい子でしょ、付き合う子。ね、女見る目あるよね。女見る目あるから、いい子と付き合わないんだよ。いや、ないってあるでしょ、どう見たって。いい子としか付き合ってないよ、4人。4月で4年経つけど、1年に1人ペースで4人。みさみさちゃん、アカウント削除しちゃったね。あ、そうなんだ。もう、リアルで幸せになるんだね。黒歴史だね。まあ、みさみさちゃん入れてないけどね。付き合ったうちに入れてない。もうブロックしたか知らないけど、みーこちゃんどうなの最近。なんかまたなんか変なことしてる？もう諦めてる俺のこと。みーこあかん？もうほっとけば、もう終わってくでしょ。あ、配信もしてないんだ。へぇ。まあしんどいわな。R さん、いや R さんはそういうことになってないけど、前ね、名古屋の家にいるときに、パルがまだ俺の家にいるときに、R さんにね、あの、家に来てって言われてたんだ。R さん。R さん好きだったな、俺。あったあった。で、パルと俺どっちか選んでって言ったら、俺選んでくれたんだよ。R さん。これすごいっしょ、ステッカー。ね？これね、配信始めて、どこ行くんや。ドラえもん。はいはい。ああ、出てきた。ちょっと喋っていい？なんで消えるねん。うん、ちょっと先に喋っていい？うん、いいよ。あの、みんなさ、これね、もう、3年ぐらい前なんだけど、必ず有名になるからってね、これ、閲覧20人とか、それぐらいの時にね、こういうメッセージを、あ、これ俺が書いたんじゃないんだけど、ゼロニャンに書いてもらったんだけど、ゼロニャンにこうやって書いてって伝えて、みんなに送ってたんだよ。ふわっちで有名になってやろうと思って。うん、あ、以上です。どうした？ともっち。ゼロニャンが書いたのかい。あ、知らなかった？知らなかったよ。ずっと今までこうちゃん書いてくれたと思ってたよ。俺こんな字綺麗じゃないもん。だって字綺麗だって言ってたじゃん。うん、そうやって言ってたんだけど、俺の字じゃない、うん。ごめんね。ほら。すいません。謝ってくれたから許そう。うん。これ俺の字じゃない。うん、で、メッセージは俺が考えた。うん。そっか。うん。こうちゃん元気になったんか？ん？いや、元気になったのか？まあ、ちょっとね。うん。でも最近の悩みは、うん。あの、今まで適当に遊んでたんだけど、うん。最近その適当に遊ぶのをやめてて、うんうん、もういいなって思う人に思いが届かない。届かないのか。うん。それ私か。うん？友知じゃない。私か。友知じゃない。友知じゃないのか、残念。うん。だから、うん、ぐいぐい行っても、うん、キモいのかなと思うし。うん、どうしたらいいんだろうなって思う。連絡は取り合ってんの？いや、取り合ってない。取り合わなきゃ、とりあえず連絡は。そうなの？うん。連絡取り合わないとつないよ。そうなの？自分から、うん。だから初めから好きですじゃなくて。うん、まあ、いかがお過ごしですかみたいな。元気でやってるみたいな。なるほどね。
まあでも、ちょっと諦めなんかあったら相談乗るよとか、そういうアポ取っとかないと。アポ？なんか俺連絡取らなかったら気づかれへんよ。いや、俺のイメージがね、うん、どうせ誰にでも言ってるんでしょうとかって思われちゃうから、真面目にやってるんだけど、うん、もうそういうイメージだから、もうダメなんだよ、うん。誰にでも言ってないのにね。うん。で、どうしたらいいのかな。諦めてますもん。諦めないで違う自分を見せるのよ。いや、もう、ね、手遅れだし、もう、35だし、もうダメかなって。そっちは関係ないよ。そう？うん。うん、恋するのに年関係ないじゃん。そうっすか。関係ない関係ない。はい。じゃあ、うん。こ恋をしたいけど、遊んでみないと無理じゃん。うん。遊んでみるまでにいけないんですよ。どうした奥手のこうちゃん。うん、あんましつこいのもキモいかなと思って。一回ぐらいいいじゃん、食事行こうって。行きませんかって言ったら堅苦しいから。うん。一回飯でも食わないって。ああね、うん。うん。そういう感じで行けばいいじゃん。それで曖昧な返事だったら一回ぐらいちょっと話してみたいから行こうって。で、どうせ他の人にも言ってるんでしょっていう、そういう遠回しな返事だったら、もう諦めた方がいいでしょ。いや、言ってないよって、気に入った子しか俺言ってないよって。ああ、そうやって言えばいい？うん。うん。だって、ちょっと気になる人がいるんでしょ？いや、気になる、まあ、うん。トモッチ以外に気になる人がいるんでしょ？トモッチも気になる、すごく。冗談だけどさ。すごい気になってる、トモッチも。遅いっつの。遅い？遅い。うん、でも、やっぱり連絡取り合わないとダメで離れてっちゃうよ。あんましつこいのもあれかなと思ってさ、自分からね。しつこいのも何も一回も連絡取れなかったら思いも伝わらないし、だから連絡取り合って一回ぐらいご飯行ってもいいんじゃない？いや、ご飯行けないんだよ。なんで？一緒に行ってくれないんだよ。なんで？いや、嫌なんじゃない？嫌なの？うん。こうちゃんのこと？多分そうなんじゃない？私だったらもう喜んでるんで、そうだけど、いいけどな。うん、嫌なんじゃない？遠いからいけないけど。うん。そうね。じゃあ諦めちゃうの？いや、だから次って言ってても、あれかなと思って、うんうん、ずっと心の中にね、思いとどめてるんだけど、うん、それも、大変つらいじゃん、ずっと。うん。うん。で、そういう感じですよ。あ、そうなんだ。そうだよ。うん。うん。じゃあ、思いが伝わらないよね。そういう恋愛したことないんでね。今まで、魚釣りしてて、配信しててね。うん、あ、ラブだよ。ありがとう。向こうからね、いいって言ってくれた人ってたから、うん、自分からがないから。しばらく真面目さを見せてみたらどう？そうでしょ。だから、うん、今真面目にね、一人でずっと平凡に生きてるんだけど、うん、もうね、恥ずかしいですよ。こんな年になってね、35でね。何が恋愛だとかって、もうそういうのが辛い。恥ずかしい。そんなことない、そんなことない。35全然若いから。
おじさんがね、そんな必死になってて、うん、もう気持ち悪いよって思ってるよ。そんなことないよ。客観的に見て。そんなことない、そんなことない。いや、何も発展する気配すらないし、うん、あの、言い寄っても来られないしね。うん。それは気づいてないからさ、こうちゃんのことを。で、なんかいろんなね、勝手にチャミとかね、名前出されるし。そうなんだ。はい。困ったね。辛いね、それもね。辛いよ、もう3ヶ月。やっぱ恋愛してないと、頑張れない。うん、わかるよ。こうちゃんはそうだからね、うん。もう自分のためじゃなくて、人のために生きたい。うん。もう今俺もし大好きな人できたら、お小遣いもいらないし、うん、全部頑張って、ね、うん、配信頑張って、全部給料その子に渡してってやれる。うん、それぐらい好きな人が欲しい。うん、そうだね。その人のためにもう生きたい。もう自分のために生きるのがもう疲れた。うん。誰かのために生きたい。うん。それをそのまま伝えてみればいいんじゃない？重いでしょ？そんなこと急に、うん、伝えても。ちょっと重いか。重いよ。重いか、そうか。うん、もうダメなんだ、俺は。諦めちゃうの？もう諦めてますよ。諦めてんだ。うん。だから、また配信やろうと思って。うん。いや、パルペドがさ、01配信休止って言ったからびっくりしてさ。いや、あれね、大きくしすぎなんだよ。ちょっと休むねって言っただけなのに。しばらく配信休止って言うからさ、と思ってさ、びっくりしたよ。ちょっと休むねが飛躍して休止になってるから。うん。いや、そんな休まないですよ。うん。だって、こうちゃんには配信しかないじゃん。そうだよ。うん。本当だよ。だから何があったのかなと思ってさ。うん、いや、ちょっと疲れただけ。うん。うん。で、まあ、疲れは取れたの？あのね、配信休んだら疲れ、心晴れるかなと思ったけど、晴れないから、うん、あんま変わんなかった。変わんなかった？そっか。うん。うん。変わんないね。配信してた方がいいね、まだ。変わらないから。うん、あ、そっか。やっぱ恋愛を、うん、しないとダメってことに気がついたんで。うん。はい。じゃあ、いい人見つかればいいね。はい。うん。じゃあ、とこちゃんにいい人ができるように祈ってるよ。俺ね、思い返したらね、彼女を作ろうとしてできたことないから、自然に配信やってたら自然とできるから、うん、やっぱ配信に没頭したい。うん。うん。リスナーさんでいい子いないのかい？いい子？いや、いい子たくさんいるけど。うん。結婚してるとかね。ああ、そっか。彼氏いるとか、多いよ、そういう人が。ああ、そっか。うん。うん。あとは。リスナーさんから選ぶのは無理か。いや、選んでも、多分ダメだと思うよ。うん、そっか。うん、いないと思うよ。うん。うん。じゃあ他で探そう。他で？うん。他でいないよ。他で探す方法ないよね。手玉ちゃんいらっしゃい。ともっちでいいじゃん。ちなみにともっちさん、彼氏いますから。これ知らないと思うけど。うん、彼氏いるのさ。ほら。彼氏言って俺のこと好き好きって言ってるますから。喋って。今彼氏と喋ってるじゃん。もしもし。あ、彼氏さん。もしもし、あの、はじめまして。あ、はじめまして。あの、ともっちの彼氏の
配信ちょっと何ヶ月かやったことあるんですけど、のたって言います。あ、のたさん、あ、知ってます？いや、知らないです。あ、知らないですか？のたって言います。ともっちさんにはもう長年ね、うん、お世話になってます。うん、全然 OK ですよ。うちのともっちが、ゼロワンさんを、バリバリ応援しても。はい。あ、そうですか。だから、ね、僕は今横で聞いてて、はい、はい、弾けるところは弾けて、真面目なところは真面目で、ギャップを見せたら、女性ってギャップに弱いじゃないですか。なるほど。だからそれがいいんじゃないかなと思って、ちょっと友達に食べたり耳打ちしてたんですけど、あ、なんか、だから僕もう47歳なんですけど、声が若いですね。ありがとうございます。だから35で終わりって言わないでくださいよ。それだったら俺墓に入んなきゃいけなくなっちゃいますよ。あ、わかりました。うん、いや、いきなり変わってすいませんね。いやいや、好印象です、めちゃくちゃ。優しそうな声で。そうですか。いや、僕、一人っ子で、父親も母親も死んじゃって、孤独なんですけど、いつもゼロワンさんの配信聞いてたら、はい、ゼロワンさんみたいな友達欲しいなって思うこともあります。